りょうさん、今回はね、カバー動画ということで、有名なね、1985年の名曲でございます。フィル・コリンズさんのね、Easy Lover、なぜこの曲をお選びになったのかということで、お願いします。これはですね、先日車に乗っておりましたら、ラジオからですね、はい、この Easy Lover が流れてきましてね、はい、やっぱこの、なんていうの、時代を超えた、はい、昔のね、曲ではありますけども、やっぱ、すごいこれいい曲だなってことで、はい、で、自分もちょっとこれベースちょっと弾いてみようかっていうのがまあきっかけですね。ああ、なるほどね。まあこの曲はね、原曲はすごい AOR でね、すごいなんていうんだろう、こう決して別にベースラインもね、そんな派手なっていうわけではないんですが、やっぱりこのもともとこのネイザー・イーサさんっていう、もう世界的なベースのベーシストの方が、まあ、先々と、まあ、ベース手掛けてますけども、まあすごいキャッチーなというか、こう派手なフレーズではないんだけど、こう入ってくるって感じがするんですが、その辺はどうでしょうか。そうですね、やっぱ派手でめちゃすごい難解ってわけじゃないんですけど、はい、やっぱりなんていうんですかね、こうあのなんかリズムというか、はい、なんかあのフレーズがこう頭に入ってきて、はい、うん、やっぱりなんかいいなっていう、なんか非常にこう弾きたくなってくる、そう、フリーしたくなってくるよ、ね、そういうこと、ね、そういうことなの、はい、そういうことで、一番最後はちょっとちょっとオリジナル、そう、ちょっと自分なりのオリジナルなフレーズがまあ入ってるっていう感じかな。はい、うん、じゃあ最後にですね、うん、もうそろそろ時間ですので、うん、最後にね、これ見ていただけると一言お願いします。ですね、とりあえず頑張って弾いてみましたので、ぜひ聴いてみてください。よろしくお願いします。